私、小早川優子、旅とグルメの情報誌月刊グルメイトの編集部員。今度取材で京都に行くことになったんだ。私の京都での宿はいつもことホテル。今回は取材のほかにこのホテルの創立パーティーに編集長代理で顔を出すのも仕事のうちなんだ。パーティーが始まる時間だわ。お尋ねしたいのですが、創立記念パーティーの会場はどこでしょうか？はい、パーティーの席は購買庵で催されることになっておりますが、購買庵は昔梅の好きな苦行が所有するものであったことからその名があります。購買庵はホテルの日本庭園池のほとりにあります。宴席の準備が整いましたので、どうぞ中へお入りください。由緒ある菊彩楼、お弁当とはいえ手を抜いていないわ。こんなのがパーティーの宴席だなんて京都らしいわね。よく吟味された米をうまく研いで炊き上げてあるわ。宮司の塩焼きか。京都らしい焼き物ね。素材といい、味付けといい、酢の物とはいえ手が抜かれてない。さすがね。本当は揚げたての方が美味しいんでしょうけど、衣に工夫があるので冷めても美味しく食べられるわ。上品な味付けだから素材それぞれの野菜の味が生きているの。マイコ、どうした？なんだマイコ！救急車だ！救急車だ！急に！早く救急車を頼む！マイコ！京都府警捜査一課の狩野と申します。ことホテルで起こった事件についていろいろとお聞きしたいのですが。ことホテルのあの宴席では一体何があったのですか？質問をしているのは私の方なんですがね。私、
旅とグルメの情報誌月刊グルメイト編集部の小早川優子と申します。おお、雑誌の記者の方ですか。それであの場所にはなぜいらっしゃったのですか。京都へは取材で参りました。フォトホテルは私が京都へ来るたびに利用している常宿です。あの創立記念パーティーには編集長の代理として出席していたのですが。つまりあなたもパーティーの招待客の一人だったというわけですね。フォトホテルのあの宴席では一体何があったのですか。まだ何とも言えないんですが、フォトホテルの日本庭園内購買案で催された宴席で人が一人死んだことは事実です。料理の用意をしたのは料亭菊斎楼の菊川義成です。この辺のことはあなたの方が詳しいのでは。各界の名士や文化人などといった人たちが列席されていた会ですから、どう捜査を進めてよいものやら。あなた何か気づいたことはありませんか。生産性毒物による即死と判断しました。おそらくあの宴席の料理に混入していたものと思われますが、ただ詳しいことは現在調べているので何とも申し上げられません。沢田真由子、京菓子の老舗としても名高い三条甘寿堂の夫人です。あのパーティーの招待客のために用意された料理の弁当の一つに毒が入っていて、それを被害者が口にしたことになります。こちらもまだまだお話ししたいことがあるんですよね。捜査はまだ始まったばかりです。もっと調べてみないことには犯人の見当すらつきません。どうも長い時間お手数をお送りしました。もうお帰りくださっても結構です。ではお泊まりはコトホテルでしたよね。これからも何かとお聞きするかもしれませんが、その節はよろしく。警察から解放された私はその夜、木屋町の割烹、アジー氏を久しぶりに訪ねた。そこの主人、杉洋二さんとは以前の取材からの親しい付き合いだ。アジー氏は京都で数ある割烹の中でも私のお気に入りのお店。さて、今夜はどんなごちそうを出してくれるのか楽しみだわ。お店が混んでないといいんだけどな。やあ、いらっしゃい。久しぶりですね。こちらへは。
また取材の仕事で。またご厄介になるわ。雑誌編集企画の手詰まりでね。困った時の京都ってわけ。当分いることになりそうだわ。その仕事絡みでね、今日パーティーに出たんだけど、そこでトラブルに巻き込まれちゃった。警察に事情聴取されたりして、もう大変。さっきやっと解放されたところなの。ことホテルでしょ。優子さん現場にいたんですか。それは大変でしたね。耳が早いのね。あれだけ各方面にわたる人間が一堂に会した席です。そこで起こった事件の犯人を突き止めるのは大変でしょうね。何しろ事件が料理絡みでしょう。私たち料理人の間では何かと話題にはなりますよ。それに被害者の沢田真由子さんでしたっけ。あの方は京都じゃ何かと噂の多かった人だからな。京菓子の老舗三条勘治堂の主人、沢田春彦氏の夫人です。三条勘治堂は優子さんもご存知でしょう。ええ、実は今回取材しようと思っていたところだったの。パーティーでご夫妻にお会いした直後に事件。困るわ。実はね、ご主人の春彦氏、あの方にも噂があるんですよ。やはり愛人がいるそうですよ。祇園の芸妓だとか、どこぞのクラブの誰々だとか。まあその辺は噂ですからはっきりしませんが、三条勘治堂のご夫妻は近々離婚などと支えている人もいましたね。真由子夫人はご主人の春彦氏の年齢から考えると若い方ですし、美しい女性です。その交際関係も派手だったと聞いています。過剰な人で何人もの複数の男との付き合いがあったそうですよ。料理に毒が入っていたとなると、宴席の用意をした菊斎楼の菊川義成さんも大変だろうな。菊斎楼は由緒ある料亭です。今回の事件でその菊斎楼は評判を落とすことは確実でしょう。優子さんもご存知とは思いますが、菊川義成さんは菊斎楼のご主人で、料理人としてだけではなく人間的にも立派な方だと思います。今回のことホテルの事件では被害者と言っても良いでしょうね。菊斎楼の料理に誰が何の目的で毒を入れたんでしょうね。杉さんの言うように、あの席にはいろいろな人たちがいた。
それぞれいろいろな思いを持っていることだろう。誰が何の目的で菊彩楼の料理に毒を入れたのだろう。どうして沢田真由子さんは殺害されたのだろうか。はい、小早川ですが。あ、編集長、一体どうしたんですか。おい優子、そっちは大変だったようだな。はい、昨日は殺人事件に巻き込まれちゃって本当に大変でした。ああ、京都府警からはこちらにも君のことで確認の電話があったよ。殺人現場に居合わせたんですよ。今でも私の目の前で人が殺されたなんて信じられません。あの事件のおかげで仕事がやりにくくなると思うんです。被害者の店三条勘寿堂も取材の予定に入ってましたから。そこをなんとかするのがプロの仕事ってもんだろう。事件に巻き込まれて何かと大変だろうが、予定通り取材の仕事してくれよ。被害者の真由子さんについては三条勘寿堂の夫人ということぐらいしか知らないな。それじゃあこれから取材に向かいたいと思います。よし、頑張って仕事してくれよ。まあそれとこの事件にはあまり首を突っ込まないようにな。なんか嫌な感じの事件に巻き込まれたものだわ。それに気がかりなこともあるし。さて、頑張って仕事しなくちゃ。まずはどこから取材しようかな。菊彩楼は夕食料理、つまり御所風の公式料理が看板の料亭。ご主人の菊川さんは宮中の食の儀式、式包丁の流派五条流の家元である。いつもなら大勢のお客さんでいっぱいなのに、あの事件で評判が落ちちゃったんだわ。取材はできるかしら。本当に誰もいないわ。あの事件のせいかしら。こんにちは、いつもお世話になります。グルメイトの小早川優子というものですが。お越しやす。遠いところからご苦労さんです。大変な時なのは分かっているんですが、取材をさせていただけないでしょうか。さあどうやろね。旦那さん、あの事件以来お客さんがめっきり来んようになった言うて落ち込んではるさかいな。大丈夫ですよ。菊彩楼ならしばらくすれば元通り繁盛しますよ。せやけど、なんでうちの料理に毒なんか入ってたんや。あの事件について何か気づいたことはありませんか。さあ、うちにはようわからんわ。せやけど、旦那さんは人殺しなんかする人と違う。私も菊川さんが毒を入れたなんて思っていませんよ。長い付き合いですから、それぐらいのことは分かっているつもりです。菊
川さんが誰かに恨まれていたとか、その辺で心当たりは。わかりませんわ。あの事件で店の評判はガタ落ち。この先一体この菊彩楼はどうなるのかしら。こんにちは千秋さん、お久しぶりね。今日も取材で来たんですけど。ゆうこさん、ご存知だと思うんですけれど、あの事件のことがあっという間に広がってしまって、申し訳ないのですが。わかったわ。でもお父さんには会わせてもらえるかしら。父はすごく落ち込んでいて。どうか父の相談相手になってあげて。ちょっと待ってて、今呼んできますから。ああ、優子さんでしたか。菊川さん、元気を出してくださいよ。あの事件について何か心当たりはないんですか。警察にも事情を聞かれたんやけど、それらしいことに心当たりがないんです。料理はどのようにして作られたんですか。私が何を作るかを決めて、材料を仕入れ、ことホテルの出店で調理させたんですわ。毒物による殺人でしたね。ええ。そやけど、うちでは毒物を扱ったことはおまへんしな。あ、そう言うたら、何かの食べ物に味がようなる言うて使うてると聞いたことがありますわ。これからの菊彩楼は、私にできることがあれば何でも言ってくださいね。お気に。とりあえず私どもで切り抜けてみますわ。それと取材されるんやったら自由に見てもろていいですさかい。ちゃうかな。菊川さんのことどう思ってますか。旦那はんは私の大恩師ですよ。どんな小さなことでもいいんです。例えば菊川家に恨みを持つ人物とか。そう言うたら、
さんが後を任されはるのとちゃうかな。腕もかなりのもん持ってはるし、フォトホテルの出店も任されてはる。そやけど昔千秋さんに言い寄って冷たくあしらわれはったそうですよ。俺がその村やけど、何か。ああ、ひょっとしてあんたが小早川さん。さっき本店から電話がありました。さあ、中へどうぞ。さて、何をお話ししたらええんでしょう。確か雑誌の取材やって聞いてるんやけど。申し遅れました。改めまして、私グルメイトの小早川優子と申します。園村俊二と言います。この菊彩楼ことホテル店を本店の菊川義成さんから任されています。本店の方でこちらのことをお聞きして伺いました。この間の宴席の料理もこちらで調理されたんですね。私もあの宴席にいたんですけれど、あの時の料理はあなたが調理なされたの？そうです。ご主人の菊川さんの指示に従い俺が調理しました。せやけどあんなことになってしまって。あなたは菊川さんからこのお店を任されてるわけだけど、あなたから見て菊川さんとはどんな人物ですか？立派な人です。恩師として料理人として尊敬しています。それ以上に昔不良やった俺をこうして一人前にしてくれた。菊川さんに出会えなかったら今の俺はなかったと言うてもええぐらいです。されるのかしら。そんなことになったら菊彩楼はどうなるのかしら。そんなことはないと思うな。もしそうなったら俺が菊彩楼を支えていきますよ。菊川さんは仕事の関係でよく知ってるんだけれど、あの方のことを心よくないと思ってる人なんかいないわよね。誰か知ってる？さあね、そんなやついてないと思いますよ。
来てるでしょ、菊川家のお嬢さん。もちろんよう知ってます。本店にいた時にはよくお姿を拝見しました。菊川さんの大事なお嬢さんです。園村さん、あなた千秋さん知ってるでしょ、菊川家のお嬢さん。綺麗な人ですよ。あなた千秋さんに何か。あんた取材中って何の取材や。料理のことなんか聞かんと人のことばっかり。そんなもん関係ないやろ。仕事の方は進んでますよ。もういい加減にしてくださいよ。実はな、もう一つ仕事を頼みたいんだよ。石田先生に依頼してある原稿をもらってきてほしいんだ。先生には連絡しておくから頼んだぞ。あの絵皿を持って行って文化人類学者の石田先生に見てもらおうかしら。これでよしと。さてと。そうだ、沢田春彦氏にも会わなくちゃ。今日空いてるかしら。石田と、あ、ここね。
どうも、石田です。月刊グルメイト編集部の小早川優子と申します。うちの編集長が連絡を差し上げたと思いますが。ええ、電話であなたのことは聞いてます。遠いところをわざわざご苦労様です。お願いしておいた原稿をいただきに上がったのですが。はいはい、もう書き上がってますよ。取材の仕事の合間に縁日に行ったんです。そこで手に入れたものを先生に見ていただけたらなと思ってるんですが。ほう、何でしょう。その紙袋の中に入っているものですね。絵皿ですね。これはなかなか。いかがです先生、何かお分かりになりまして。この上薬の青の発色といい、書かれてある模様といい、なかなか凝ってある。これは独特な製造方法だな。そして掘り出し物だったりして骨董的価値は私には分かりませんが、これはおそらく旧家から出たものじゃないかと思いますね。では原稿預からせていただきます。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそ、今後ともよろしく。今日はお店が開いてるわ。沢田春彦氏はいるかしら。夫人が亡くなられてどんな顔をしているのかしら。そうそう、取材もしなくちゃ。ごめんください。わあ、綺麗な和菓子がいっぱい並んでるわ。私、旅とグルメの情報誌月刊グルメイトの記者小早川優子と申しますが。雑誌の人？グルメイト、けったいな名前やな。それで、なんかご用ですか？取材させていただきたくて来たのですけれど、ご主人の沢田春彦さんはいらっしゃいますか？ああ、取材ですか。今旦那さんは外出中ですわ。え？困ったな。いつ頃お帰りかお分かりになりません？さあ、あいにく聞いてませんのや。すみませんな。でも店閉めとくわけにもいきません。真由子さんって美しい方でしたわね。いい
今はただ安らかに眠ってほしい思ってます。素敵で奥様が急にお倒れになった時は驚きましたわ。まさか料理に毒が入っていたなんて。なんであんなことになったんか。つまらん話になってしまった。それよりうちの和菓子でもどうですか。そんなことよりうちの和菓子をいっぺん食べとくなはれ。なんだか嫌な天気。あ、やっぱり降り出してきた。無事だったけど、でもやっぱり部屋に帰ると落ち着くわ。それにしても沢田春彦氏、一応真由子さんを亡くして悲しんでいるようだったけど、うまく話をそらされた気がするわね。そうだ、このホテルの支配人からも何か聞けるかもしれないわ。この間のパーティーはあんなことになってしまってどうもすみませんで。支配人も大変だったんじゃないですか。パーティーで殺人事件が起こったんですもの。ええ、うちの創立記念のパーティーでしょう。来ていただいた皆さんにもご迷惑をおかけした。迷惑な話ですよね、本当に。沢田真由子さんだけじゃなく、参加者全員が被害者だわ。誰が企んだのか知らないけれど。確かにうちも困っているが、もっと困っているのは宴席の料理をお願いした菊川さんのところですよ。心配だな。
落とすために仕組まれたという話がありますけれど、本当でしょうか？それが本当ならけしからんことだ。うちには出店もある。確か園村君という菊川さんの信頼厚い人がやっている。支配人と菊川さんのお付き合いは長いのですか？お互いに知り合ってからもう何年になるのかな。支配人と店の関係だけじゃなく、個人的にも親しく付き合ってるよ。無論あの席で亡くなられた真由子さんの夫、勘寿堂のご主人の春彦さんは悲しんでおられるでしょう。この事件の被害者の真由子さんについては何かご存知でしょうか？綺麗な人でしたね。誠にお気の毒という他には。春彦氏ってどういう人なんですか？いろいろと噂は聞きますがね、こちらは仕事上のお付き合いだけだし、よくわからないな。支配人は勘寿堂さんとも親しくお付き合いをなさっているのですか？ええ、一応のお付き合いはあります。有名な老舗ですから。でもあまり親しいとは言えないな。恨むはずがない。菊川さんの身近に菊西楼の評判を落とそうなんて考える人なんていないですよね。菊川さんは料理人としても人間としても立派な人だよ。店の料理人たちにも慕われ尊敬されている。支配人と菊川さんは相当親しいみたいね。あ、大変、紙袋も濡れてたんだわ。忘れてた、大切なものなのに。かえってシャワーを浴びることばっかり頭にあって。木の箱がびしょ濡れだわ。ま、中はお皿だから濡れても大丈夫といえば大丈夫なんだけど、とにかく調べなきゃ。よかった、皿はなんともないみたい。
く見るとなんだか文字みたい。あら、この真ん中のシミみたいなのは何？汚れかしら。ひょっとして水に濡れると文字が浮かび上がる？そうだ。よし、試してみよう。これで準備よし。これは文字。思った通りだわ。東、東という字ね。あら、今まで気づかなかったけれど、この皿の入っていた箱にも何か書いてあるわ。6-1。何のことかしら。誰が何のためにこんな仕掛けをしたのかわからないけど、でも面白いわ。もし皿が6枚だとしたら、他の4枚にはどんな文字が隠されているのかしら。探してみようかな。皿を集めてみようか。その考えが私をさらに事件へと関わらせることになろうとは、その時、知る由もなかった。あの皿にあんな秘密の仕掛けがあったなんて、これはかなり面白そうね。よし、探してみよう。でも探すとなると、手がかりになるのはあの古物商のおじさんだけ。住所でも聞いていればよかったんだけど、多分あのおじさんには会えないと思うけど、とりあえず当時に行ってみるしかないわね。やっぱり縁日は行われていないみたいね。中に入ってみよう。何かわかるかもしれないわ。
毎月1回だけか。もっと他に縁日はないのか、この辺の人に聞いてみよう。女の住所を教えてくれた。女の
たさせてもらいましょう。実は私、当時の縁日である絵皿を買ったんです。その皿が6枚組らしくて、集めたいと思っているのですが。当時の縁日？ああ、あの男から来たはったんやね。彼に売ったのは全部で6枚。それでうちにはもう残ってまへん。あの皿の出所は菊サイロやったと思うんやけどな。あの絵皿は菊サイロのものだったの？あんたは6枚組やと言うてはるけど、わしが仕入れた時はもっと多かったような気がするんやけどな。ちょっと待ってや。そうや、6枚。6枚で全部で12枚あったはずや。その仕入れの時にわしが1枚かけさせてしもうたけどな。あることを試したいのですが、よろしいでしょうか？
体何をしようというのですか？心配なさらないで、割ったりはしませんから。はい。よろしければ台所をお借りしたいのですが。こちらです、どうぞ。このコップを使ってもいいでしょうか？どうぞ。どうしようというのです？寄ってくださいね。どうぞお座敷の方へ。優子さん、またどうしやはったんですか？ことがあるのですが、数日前に当時で絵皿を2枚買ったのですが、その皿に水を入れると文字が浮き出てきたのです。おお、それは珍しい皿ですな。その皿の出所を調べると、やっぱり菊西楼から出たものなんですか？そうです。その皿は菊川家の家宝と言うてもおかしくないものです。それが私の不注意で外に流れ出てしもたんです。あの皿には言い伝えがあったので大事に保管しとったんやけど、いつの間にか流出してしもたんです。その言い伝えはその文字と関係があるのでしょうか？その言い伝えはその文字と関係があるのでしょうか？
ませんね。そやけど我が家には血を呼ぶ皿という言葉が代々伝えられております。そう言うたら私も長芝で文字のついた絵皿を見たことがあります。確か金という字やったと思います。そう言うたら私も長芝で文字のついた絵皿を見たことがあります。確か金という字やったと思います。もしよければ私にその絵皿を集めさせてくださいませんか。皿の謎が解ければ必ずお返しいたしますので。おお、それはそうしてもろたら私どもも助かりますわ。ぜひお願いします。血を呼ぶ皿か、どういう意味があるのかしら。なんだかちょっと不気味だけど面白そうじゃない。でもあの皿が菊西郎のものだったなんて。菊川さんが見たという金の文字は寺や東とどう関係するのかな。今日は何から手をつけたらいいのかしら。あ、テレビがあるからちょっと見てみようかな。次のニュースです。本日早朝、京都市左京区で男の人が自宅で死んでいるのが発見されました。被害者の古口良三さんは古物商を営む52歳の男性で、近所の人が呼んでも返事がないので上がり込んでみると、あの人は今に古口さんが死体で倒れていたとのことです。京都府警では現場が荒らされている状況から強盗殺人事件とみて捜査を開始しました。あのおじさんが殺された。よし、とにかくおじさんの家に行ってみよう。ここが殺人現場か。どう、これは小早川優子さん。お待ちしてましたよ。実はいろいろとお聞きしたいことがありましてね。警部、なぜ私がここに来ると分かったのですか。優子さん、あなたは自分なりに沢田夫人殺害事件を調べているのでしょう。そのあなたが殺人現場に現れた。それは今回の事件と沢田真由子さんの事件とが無関係ではないという裏付けになるんです。実は私、この事件の被害者から絵皿を2枚買ったんです。その絵皿が何か事件を解く鍵のような気がして。被害者は毒殺されたようです。詳しいことは鑑識が調査中です。かなり家の中が荒らされています。犯人は何かを探し回ったみたいですね。
絵皿だわ。犯人はきっと古物商のおじさんが隠し持っていた絵皿を探していたに違いないわ。絵皿は見つかったのかしら。まだこの家の中にあるかもしれませんね。ジェイコさん、その皿を探してみれば。わかりました。探してみます。